はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はコンバットナイフでナイファーやっていきたいと思います。プレイステーション3版なのでね、いやー、いいね。この、なんだろう、ちょっと明るいよね。プレイステーション4版で比べると世界が。なんか結構綺麗な、綺麗というか、明るい。それしか、あつんじゃー早くね。いや、待って、敵さん来すぎ。敵さんこっち来すぎだわ。どうした敵さん来すぎだわ。ここおったくね。お、キルしてますね。味方さんナイス。ん？外側か。残念だが私はまだ死ねない。こっち側から敵さん1名来てるのではないですか。オッケー！まさか後ろをついてきてるとは思わなかったが。ここで伏せるっていうのもありだけど、これ、伏せたまんまだと動画的に美味しくないよね。動画的にハってなるよね。オッケー！さようなら。敵 UAV 接近。ただ僕はゴーストをつけている。なるほど。そこで待っていたか。プラス KN44、なかなか強い武器ですね。で、一応、あ、待てよ。そこ。ん？いなかったか、敵さん。倒しとる！味方さんナイスです。えぇー！ OK、リッパーマン。さあ、どこだ、敵さんは。敵さんはどこだ？ポン。さらばだー。こんなナイファーでいいのか。まあ待ちなさい。まあ待ちなさい。なんだと？なぜそっちから来るんだよ。なんでそっちから来るんだよ。マジか。そう来るのか。マジでさ。なんなんだ。味方さん、それは4パチドレッジではないでしょうか。ケアパッケージが区域に侵入。ワンダウン。もう一人サクッといきません。もう一人くらいサクッといきましょうや。 HCXD が確認された。まあ待ちにしちゃえ。敵 HCXD 確認。どこ行った。くそ。マジなんなん。マジでなんだ今のは。敵 UV 接近。 OK、 倒した。なんか倒した。なんか倒してた。で、さっきの人はこっちか。よっしゃい。中か。これは中か。あー無理か。それこう無理か。味方さんやられすぎじゃね。ちょっとやられすぎだな今回。ナイファーとかやってる場合じゃないか。一応ゴーストつけてるので僕はバレないんですけど。いいね、味方さん、ナイスタイプでございます。今のはなぜ避けれていたのかがよくわからぬが。 OK。 ハハハ。ほんとボイスチャットの人が面白いわ。プレイステーション3はほんとにボイスチャットの方が面白い。ほんとに面白い。リアクションとかも面白いしね。無理か。さすがに無理か。おっと。お、いいね。リッパーマンが味方さんにもいる。
やだよ。やはり僕を狙っていたか。オッケー、リッパーマン。今のは何だったんだろうか今のは一体何だったんだろうか、よくわからない。こっち来るか、いるね。さあ来いさあ来るんだ。さあカモン。よし撤退だ。通知する、敵 HCXD 確認。敵 HCXD 確認。オッケーいいよ。敵さんずーっとあそこで僕を警戒してるのかな。ケアパッケージを溶かしよう。マジか。ケアパッケージスタンバイ。イエス。 UAV が大破。さあカウンター UAV オンラインしていきましょう。いいよ今回、いいよ。ちょっとナイフが面白いよ。カウンター UAV、まあよろしい。こっちから来るんじゃないか。リッパーマン。CUAB 大破。CUAB 大破。うん、こっちから来なくなったな。リッパーマン。そっち僕が。くぅ、なんでだよで、こっちのリスボンですか、おかしない。オッケー、あぶね。味方さんをよくも殺したなお主リアクションが面白いリアクションが面白すぎるぞ。俺ボイスチャットの方、これ勝ちたいなこれ勝ちたいな、うん、待って、そこ今赤く光った気がしたけど気のせいか。ナイスです味方さん。イエス、リッパー、リッパーじゃないけどナイファーはなかなか強いよね、プレイステーション3版は。ラグかな、ラグのおかげでね、ナイフが当てやすいんですよね。ね、ほらね、リッパー。当てやすいんだよなぁ、ほんと。すっごく当てやすい。敵さんはいない。よいしょ。さあ、どう来る、敵さんよ。まずい、味方さんあとはよろしく頼む。さあどう来る敵さん。ここ後ろから来ないか。待ていい、ちょ待つんじゃ、くっそそこで、え、何しとるん。偽物？偽物にしたら結構リアリティがやばくね？あれバグだよね完全なるバグですよね。食事辛いものがある。んどうする、あそこ、あそこ行きたいな。ちょ待って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 辛い、やばい、3人キルされた。バレてるだと、僕は UAV 無効化するはずなんだが。よいしょ、僕のは映らないはずなんですけどな。なぜだ、リッパーレディ。エアー、エアー、
リッパーいいよ。いいよ。あっと、どこ行った？今敵がここの近くにいたはずなんだが、なんで味方さんがこっちでリスモンする？敵ヘルストーム空域に侵入。ぐわマジか、くそー、勝ちたかったな。あ、負けた。次の機会を伺え。ちょっと今回悔しいな、めちゃくちゃ悔しいから、ちょっとリベンジしたいくらいなんだけど。ナイフ結構いくんだけどね、キルは結構キルいくんだけど、ちょっとボンミスが多かった。いやこれリベンジしたいな、ちょっと面白い帽子チャートの型を敵に回しつつリベンジしたい。あのボイスチャットの方のね、あのリアクションが面白すぎるんですよ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。